イーサン元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、わかってるけど、本当に彼女なら、何があったのか知りたいんだ。
しょう。こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりロン二の前はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。待ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ？別に。今度のシナリオは？廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、レイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど。息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。なんだよ、
いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまう。けどまあ、いい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。見えるか？なんだ？マジかよ。
ミア。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン。大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が。誰にも見られてない、あいつには。あいつ？他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る、早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。あ、確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない、私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。分かった、それじゃあちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか？あの一家が食事を運んできたから。覚えてるの？ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ、間違いないわ。ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。ミア、早く逃げないと。ここにいてくれ、いいな。出口を探してくる。ミア、
待て。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて出てって。私を一人にして。私が悪いの。当然の罰よ。ミア、なんでこんな。私に頑張るな。くたばれ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。ミア、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。
お前も味わいやがれ。今どんな気分か教えてよ。よし、これで。何もかも終わらせないと。お前も家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。
やってもらうことがある。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいどげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら食うんだよ。最後のクソ野郎が吐きやがったよ、ジャック。こいつ吐きやがった。うるせえぞ、マグルト。せっかく作ってやったのに。ああ、なんだい、吐きやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。くそ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。
受けていくつもりか。どこに隠れてるんだ。逃げたって無駄だぞ。
くやったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。わかった。あと、売れのはコデックスっていうの。なくさないで、大事なものだよ。何なんだ、こいつ。おい、こっちだ。おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が。そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。